何がフフフですか。もっと爽やかな笑顔はできないんですか。例えば国民的アニメの某主婦が番組のラストに見せるような笑顔は。国民的アニメの某主婦、サザエさんのことか。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで前回映したのから2週間ぐらいかな。何で終わったんやっけ何か起きて終わったっけ。一応今夜時間みたいやし、なんか音が暗いね。何があったの。あ、キリギリさん、今のアナウンスは聞いた。アナウンス気は進まないけど行くしかないんだよね。あ、地下に来いって言われたんやっけ。そう、ろくなことじゃないでしょうけど、ここで逆らうのは得策じゃないわ。じゃあね、先に行くわね。前回はあれよね、なんか男同士の友情みたいなのが芽生えたんやったよね。やっぱりモノクマには従うしかないのか。あの熱血と、あ、これこれ、熱血と不良の友情が。うん、ナイギ、おめえも行くところか。うん、みんなはもう行ってるのかな。だろうな。気に食わねえが、あのクマ野郎を無視してもいいことはねえだろうしな。あの大和田くん、体は大丈夫なの。サウナで相当無理してたけど。もうすでに死んどるってことはないか。さすがにそんなことはないか。なんか別人とすり替わっとるわけじゃないよね。誰が無理してたって。あの程度の暑さ、へでもねえんだよ。しかしよ、地獄の果てに兄弟のちぎりが待ってたとはな。この俺にも予想がつかなかったぜ。まあそれはともかく、とっとと体育館に行くぞ。本当にあの二人の間に何が起こったんだろう。なんかあったんかな、やっぱり。何か良くないことが起こっ、何かをごまかそうとしてるとか、二人で誰か死んどるとかないよね。全員おったよね。どうなんやろ、わからん。おったんかな。なんか二人で誰かを死なせてしまって、なんか、ねえ、一緒に協力して隠しとるとか、にしては不自然すぎるか、演技。下手くそすぎるか。あ、山田くん。山田くん、どうして体育館の中に入らないの？おいおー。なんかあったの？なぜに？ない、今こと殿、驚かさないでいただきたい。ごめん。でも早く行った方が。行くな、行ってはならない。むむ。そう囁くのです、僕のゴーストが。僕のゴーストって何？ゴーストって幽霊よね。嫌な予感がしてるのは僕もだけど、無視するわけにはいかないよ。守護霊ってことかな。それもまた正論。そう。仕方ありませんな。どこにおっても監視されとるけんね。逆らったら。僕も行かないとな。さあ行きますか。みんな勢ぞろいおるね。いきなり全員を集めるとは一体どういう要件か。あ、もしかして誰かが死んどるとかじゃなくって、なんかさてルール違反があったとかそういうことかな。それでなんかみんなの前で見せしめに処刑みたいな。今度は何が起こるのでしょうね。でもやっとしたらあの二人揃って、やっぱりあれなんやない、夜時間過ぎて部屋の外におったっていうのがいかんとかじゃないか。全く飽きさせないな。何がフフフですか。もっと爽やかな笑顔はできないんですか。無理やろ、キャラ的に。例えば国民的アニメの某主婦が番組のラストに見せるような笑顔は。国民的アニメの某主婦、サザエさんのことか。何なの。っていうか、この状況で笑えるなんてどうかしてるよ。どうかしているのはどっちだろうな。え、何よ、どういう意味。別に、感心しているだけだ。殺し合いも嫌、ここで暮らしていくのも嫌、否定ばかりで明確なビジョンもなしに日々を重ね、それでよく平気でいられるものだと感心しているだけさ。何それ。あれかな、一応ただただ本を読み寄るっていうだけじゃなくって、何かしら参考になりそうな本を読みようかな。
私にだって考えくらい。どういう本が置いてあるんかもちょっと、ね、分かってないけど。そういえば前に力説していたな。すぐに警察が助けに来てくれるとかどうとか。あの件はどうなったんだ？一向に助けに来る気配がないようだが。それは、あれ？どうしちゃったんだろう、本当に。確かに。てか、その超高校級の人間がさ、こんなにパッて消えて、騒がれんなんてことはないやろし、ねえ、国民的なアイドルも消えとるわけやろ？もう国ぐるみとしか思えんよね。確かに妙ね。都会のど真ん中の学園で、こんなことが行われてて、警察が気づかないはずないのに。もう国ぐるみか、警察ぐるみか。そんな感じよね。なんて無能な警察。逆に黒幕が強大なだけかもしれませんわね。警察さえも自由に動かせる立場とか。もしかすと。そういや関係ねえかもしんねえけど。ないなら言わないで。確かにね。確かにそうやけど、言わせてあげて。いや、ゆうべ。オカルト話じゃねえぞ。昨日の話だ。俺は玄関ホールでぼーっとしてたんだが、その時にな、聞こえたんだ。聞こえたって何が？よくわからん音。どんな音だ？だから言ったろ、よくわからんって。でも強いて言うなら、もしかすると、工事現場みたいな。工事現場みたいな音？リアルな話。気のせいって可能性もあるべ。うっすーら聞こえただけだし。工事現場みたいな音がうっすら聞こえるってどういう？この空間でそんなことありえんくない？外から？中よね。気のせいに決まってるでしょ。耳鳴りかなんかじゃないの。なになに？何の話？お、モノクマか？ってことはやっぱり何かしら起こったんか。全員おるんよね。もうなんか誰が おらんのかが把握できてないんやけど。誰がおらんのかっていうか、3人おらんのよね。もともと何人おったっけ。出たわね。ハガクレ君が聞いた音ってさ、工事現場じゃなくって、爆発音だったりして。爆発音？マシンガンとか。工事現場の音に似てなくもないよね。何言ってるんだよ、お前。マシンガン？誰が殺されとる？おっとっと、これ以上は口にチャックなんでした。内緒内緒っと。それで？だったら話せる話をして。マシンガン、爆発音。サウナが爆発したわけじゃないよね。私たちを呼び出した理由を聞かせてくれる？誰かがおらんとかいう感じにもみんななってないしな。あにゃあにゃ。がっつくね。早速本題に入れと。お願い。でもさ、その前に僕の愚痴にも付き合ってよ。モノクマがなんかしたんかな。なんか最近元気がないんです。オケイトの張りとかツヤもなくなってきちゃって。それっていうのもこの退屈な日々のせいだと思うんです。僕はもっと刺激にあふれたデンジャラスでウィットな日々を求めているんです。つうかぶっちゃけていいっすか？次の黒が現れなくてつまんない。あのね。なので僕はお前らに新しい動機を与えることにしたのです。動機って、じゃあ平和に過ごすだけっていうのもダメなんか。なんだそれ、結局殺し合わんといかんわけやね、ここにおる限り。もしかしてこの間の映像みたいに、あ、他の人間のがまだ見れてないよね。今んとこ見れとるのは苗木誠と、あの女の子。もはや名前が思い出せない。また妙なものを見せて殺人を煽ろうっていうのか。殺人を煽るって？なんて人聞きの悪い。いいかね。何を企んでいるのか知らんが、僕たちはもう殺し合いなんかしないぞ。いや、というかその何も起こってないのに爆発音がしたっていうのがおかしく、爆発音が気になるんですけど。何をされようとも絶対にだ。そりゃ結構なことだね。せいぜい頑張ってよ。あ、もしかしてあれか、あの二人がここから脱出しようとして爆発、何かを爆発させたとかそういうこと。じゃあ僕は僕で一方的に始めさせてもらうよ。今回のテーマは、恥ずかしい思い出や知られたくない過去です。人間生きていれば誰しも恥ずかしい思い出や知られたくない過去ってのはあると思うんだけど、今回僕は独自の調査により、お前らのそんな思い出を集めてみました。
何、それをバラされることを阻止するために誰かを殺すっていう感じ。お前らのそんな丸ひな情報が入っています。キリキリちゃん気になるな。今から配りますのでね、すごく人間味がないか、ちやきや。モノクマはそう言うと、手にしていた封筒を僕らの足元へと放り投げた。亡くなった人たちの分も見たいんやけど、用意してないの。僕は慌てて自分の名前が書かれた封筒を拾い上げ、恐る恐る中の確認を始めた。なんかこういうの生きとる間には無理かもしれんけど、死んだ後はその人の情報は全て見られるようにとかしてもらえたら。瞬間全身が緊張した。なに苗木くんは小学校5年までおねしょしていた。いやでも、まあ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 、嫌やろうし恥ずかしいやろうけど、でも現実にも聞く話よね、こういうのって。実はみたいな。どうして、どうして知ってるんだ。絶対この秘密の中には、この苗木誠のね、可愛らしい暴露話みたいなレベルじゃなくって、なんか過去に人を殺しているとか、なんか確実にそういう暴露話があると思うよ。なんかそんな感じじゃない、こういうデスゲーム系って。みんな思わず声を上げていた。タイムリミットは24時間です。それまでに黒が出ない場合は、この恥ずかしい思い出を世間にバラしちゃいます。人がたくさんいるところで、凱旋カーでも転がしながら怪文書を撒いちゃおうかな。それは外でってこと。それがお前の言う動機の意味か。でも自分のやつがなんかこういう軽い感じのやつやけん、周りの人も軽いはずって多分思うと思うよね、主人公は。確実に封筒の中身が犯罪の内容の人がおる。それが誰かってことやね。はい、そうですよ。嫌でしょ、バラされたくないでしょ。確かにバラされたくない思い出だけど、でもこんなことのために僕らは人を殺したりしないぞ。ほら、こんなことって言えるレベルじゃない人がおるんよ、きっと。なんと、それが一人なんかもっとおるんか知らんけど。なんですと。その通りだ。ほら、こことかさ、もういかにも正義の味方ですみたいな感じやけど、もしかしたら犯罪を起こしてるかもしれんやん。ここじゃない、次黒になるの。実にくだらないな。この程度のことで殺人なんか起きるはずがない。テンション下がるな。そんな、だって思い出だってお前らと外の世界とをつなぐ立派なキーワードだし、誰にも知られたくがないゆえにってこともあるはずだと思って。だからせっかく用意したってのに。ひょぼー。だってさ、あれやん、大和田くん、あっちはなんかまあまあって言ってもあれやけど、犯罪を犯したとってもまあやってそうやなって感じに思うこともあるやん。で、多分かけ離れた感じの人やと思うよね、イメージと。これじゃ殺人は起きないんだって。残念残念、仕方ないな。じゃあ24時間後にこの秘密をバラすことで、ささやかな自己満足に浸るとするよ。ほら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 、絶対バラされたらいかん秘密の人がおる。はーい。ほわ、がっくりしとほほ、バイナラ。がっくりと落胆した様子のまま、モノクマは体育館の奥へと引っ込んでいった。あのさ、最初はびっくりしたけど、でもちょっと肩透かしだったかも。ねえ、それは秘密がバラされるのは恥ずかしいけどさ、でもさすがに人を殺す動機にはならないよね。聞きたまえ。みんな僕にいい考えがあるの。いっさのこと、さっきの秘密とやらをここで告白し合うのだ。あれ、じゃあここは違うか。率先してそんなこと言う人は犯人じゃないよね、きっと。まだ犯人にはなってないけど。そうすればもう動機の心配なんてなくなるしな。うん、いい考えだ。よし、じゃあ僕から行くぞ。成長せよ。僕の恥ずかしい過去はだな。あんたの恥ずかしい話なんて聞きたくないわよ。いやもう、ほら、せーので封筒を出そう。何？それに、私は嫌よ、話したくない。誰に何と言われようと話したくないから。私も嫌というより無理ですわ。無理と言われると聞きたくなるのが人の差がや。話してみるがいい。ここも多分違うね。うん、話しません。ふりふり。いいから言ってみろって、ほれほれ。ですから。ほれほれっと。これ話したくねえって言ってんだろうこの腐れラードが。ラード。まさかの生き物ですらないんだが。俺も同感だ。話す必要などない。
でもあの辺は別にな、多分次黒になるとしたらもっと普通っぽい人やと思うよね。あの辺のなんかもういかにも何かありそうな感じの人たちじゃなくて、あ、ここか、もしかして藤崎くんはどうだ。ごめんなさい、今は話したくない。でもでもでもこここのままじゃダメだと思うから後できっと話すよ。この子は人殺しそうな感じはないよね。頑張って強くなってみんなには話すから。あのさ、話したくないなら無理しなくていいって。私だって本当は話したくないし。そうだな、ここまで反対されちまったらいくら兄弟の提案といえども却下せざるを得ねえな。まあいいだろう、どちらにせよその程度で殺人なんて起きるわけがないしな。そうだよな、人を殺してまで知られたくない過去なんてそんなのあるわけないよな。今のあれ、封筒を渡された後の話、会話の中にさ、あのもじゃもじゃ頭の占い、あ、さくらちゃんも出てきてないな。一人だけじゃなかったね。では秘密の話はやめておくが、いいかね、期限となる24時間以内にはそれぞれ覚悟を決めておくのだぞ。ってことはまた二人消えるってことか。世間に秘密をバラされるのは屈辱的だが、命まで取られるわけじゃないんだ。だからその早まった間に合わせるんじゃないぞ。でももしここで、まあ、よくある人を殺しているみたいな暴露話やったとしても、でも大体の場合ってさ、別にあれじゃない、事故でとかなんかそんな感じじゃない、明確な殺意を持って、殺意とか悪意とかを持ってとかのじゃなくない。そんな念をされると逆に不安になるんですが、でも殺人が起こるほどのってことは明確な悪意ってことなんよね、きっと。ああ、すまん、ない可能性とは分かっているんだが、なんなんやろ、誰なんやろ。あ、キリギリちゃんも今会話に参加してなかったな。校内放送です。午後10時になりました。ただいまより夜時間になります。まもなく食堂はドアをロックされますので立ち入り禁止となります。ではでは、いい夢を。おやすみなさい。24時間かってことは、まあ明日の寝る前ぐらいまでは時間があるってことなんやね。とりあえずもう夜時間だっつうし、今日のところへ休むとすんべ。そうだな、明日に備えるとしよう。ここもないと思うよね、別に。正直妙な不安は残っていた。でも僕らはそこまで深刻になることもなくその場を解散し、なんか今のノリ的にはわからんなね、封筒後のノリ的には、熱血くんは違う気がするしな、山田くんも違いそうやし、朝日奈ちゃんも違う気がするよね。でもセレスさんはセレスさんで、なんかあんな感じ、わかりやすすぎて違う気がするし。それぞれ地質へと戻っていった。わからんね。